ここに穴が開いてるこの3作目のこのアコスタ、最初そのテレキャスターの形を見た時に結構うわ斬新だってすごいびっくりしたんですけど、もうなんかもはや見慣れてきたというか、そんなにびっくりしなくなったなって思いました。で持ってみた感じはやっぱジャズマスターなんで、ものすごく普段持ち慣れてる自分がジャズマスターを使ってるんで、体にフィットするなやっぱりってすごい思いました。これさすがジャズマスターになったらちょっとこうハトノブっぽいつまみなのかなと思って、かわいいって思いました。これすごいイメージなんですけど、イメージとしてやっぱりジャズマスターの形になって、ちょっとこうウォームというか、なんかこう低音とかちょっとあったかいところが出たのかなっていうイメージはあります。テレキャスターの方がやっぱちょっとこうなんていうんですか、パキッとしてるというか、はい、だしそのついてるピックアップがこうハムバッカーになったんで、そのエレキの音がよりこう強力な、ちょっとこう歪みの感じがすごいグッとオルタナになったというか、ちょっと私の方に来たと思いました。やっぱアコギに比べるともう格段に弾きやすいですよね。ちょうど今アコギすごい弾く機会があって弾いてたんですけど、やっぱりこっちを持つともうものすごくエレキに近い弾きやすさで、弦高とかも調節するともうめちゃくちゃ普通にエレキのように弾けたりするんで、形も大きくないし、ネックの太さもちょうどよくて、とにかく弾きやすいです。すごいアコギの音が欲しい時でも、その例えばロックバンドとかの中でも一曲だけこうアコギを使いたいとかいう時に、本当に違和感なくスッと持ち替えられるっていうことだったり、あとはその一人でソロでライブをされる方でも、そのいろんな音が出るんで、アコギもエレキも出るし、そのなんていうかボディのマイクを使ってそのリズムを刻んだりとか、もうすごい音が広いと思う。すごいいい感じ。